ダネーってより音の魅力はやっぱり地方地方に地方の音があると思います。だからそこへ我が社の音を持ってっても馴染めん場合もあるし、地方地方の音をやっぱ大切にしてやりたいなと思うし、まあ彼らはああやって素人芸じゃないけどアマチュアだけど本当に真摯に太鼓に向かっとるし、太鼓の管理も行き届いてるし、まあそういうことを認められて町が村が道場を作ってくれてるとこもあるし、まあ何としてもそこにはやっぱ打ち手の姿勢がやっぱ周りを応援してくれる、応援してくれることによって演者も上達していく、また地域の人たちまた別のチーム作ろうかなとか言って太鼓文化が盛り上がっていくことだと私は思います。